この対面が大谷側、ここ行くわけやな。はい、先休んだここね、うん、ここね、うん、なるほど。今から大谷側、大谷船長かな。私もよう知らないんですよ、いたことないんです、ほんまは、うん、大谷は知っとっても大谷口という名前で大谷を知っとるね。うんうん、橋の渡ったとこを道ですか。そうやな、こんなとこに道があるやんっていう。これがですね、ちょっと待てよ、書いてある、なんか分からんけど、あ、これは遊漁者のやつやな。うん、道が林道大谷線かなっていうことでね、うん、最初からオフなんで楽しいですねオフ好き。でもこれぐらいの感じでお願いしますよ、もうね。もうこれぐらいの感じのとこまででやめときましょう。そう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 、ね、もうあんなさっきみたいななんかどっか頭おかしいになってまだ行ったろうと思うようなんだったらもうあかんもうダメあのなんちゅう逸脱しとる行かれんじゃんやけんな、行かれんじゃんやのに、行かれんじゃんやのに行ってまえじゃんなってわけいい感じの林道じゃねえわけだ。これいい感じ、うん、これはまだ皆川だと思いますね。そうやな、うん、もうちょっとして谷を入ったら、うん、大谷川か。大谷やね、大谷。ちょっとこれ今のすごくみんなが好きな名前で、大谷やな、ほんま、うん、ほんまやな、みんなが大好きな大谷やな。大好きな大谷やな、これ、うん、これも入っとんな。これ入ったんかな。登録お願いします。お翔平で。おちゃん。わからんけど谷は行きょんな。谷やな、川じゃないな、さっきの。うん、と思うけどな。ほんまや、違うわ。この林道ほんまに綺麗なわ。大谷素晴らしいです。大谷はさすがやね。さすがじゃ、やっぱり今の人だけのことはあるわ、ね、おおおおおおおこっちもあるね。おお、出た小谷が。これすごいねえ。こっちもまあまあなんか、ああこれもなんか面白そうな道やね。すごいよ。うん、これが行き止まりになったらまだこっち行ってみてもいいな。お前ね、それでは行きます。おい、急に坂になりましたよ。ほんまにかっこいい道やな、これ。これどっから持ってきたんだろうな、これ。おお、花輪だぞって感じやわ。これ、ついな、これ。おお、これはほんまにあれやな。それでは、今日は大谷来てみましたで行けるぐらい立派な、この石見て面白い。ほんまやな、あの上で一晩寝れるね。寝れるけど、あそこに登れんのちゃう
これ大谷林道で行けると思うよ、足、うん、十分行ける。楽しい林道をお見せできたって感じの道やな、うん。今のところなんか軽く行ったけど、ちょっともう大変でしたわ。わしも大変でした。ほんで三足にしとったんや、ずっと三足で来とったけん。ほんで今演奏しそうになって慌てて今の道で二足にした楽しかった。わかる。あらら、道はまだあるよ。これはすごい。この辺の淵でも深いでね。あー、これはなんかな、ほんまにかっこいいわ。これかっこいいですよね。あ、なんか今までいろいろ来た中で群を抜いて今回の道どっちも、うん、なんかこういいですね。すごい。でこの上、これ距離長いですよね。長い。あります。なんとの続き、ほほほほ、すごい。これ、あ、左は行けんのやな。左は行けません。左の滝壺見てください。すっごいな。すごい。いや、このわし右側もな、うん、なんかすっごいと思うよこれ。うお、なんかごっついよこれ。この辺のこの感じ、ずっとさっき寄ったとき思ったんやけど。おお、ほんまね、こっちのあの滝壺もこっついな。こっついね。もうちょっと行けそうなけど、もうちょっと行ってみましょうか。うん、今のところまでやったら車でも来れますよね。軽トラとか四駆の車で来たら、これはまあな、そんなに食うもなくね、うん。でもここもなんかちゃんと車が通った跡あるよこれ。間違いなく。こんだけ来たらどっか違うところに行きそうなぐらい来たことないですか。うん、来たけどずっとまだ谷を上がっていきよな。うん、これでも私二人で今日けんな、うん、今日けど、これ道が悪いとかでなしによ、ね、山が深すぎて怖いよ。言える。ここやこっついで、これこっつあーなってやってきた。これこっちょ、うん、うん、どうしてこんなところまでこんなに道がいいんですかねっていうくらい道がいいですよね。綺麗。綺麗ね。うん、おお、これ何この右側。これしかし、おりょおりょおりょ、なんか秘境のようになってきたぞ。いや、もうすでにだいぶ前から秘境か。あ、車あります。車あります。車は普通の、うん、何しょんだろう。行き止まりか。行き止まり。あー、ここまでです。おお、すごいとこ行きた。この人おるか。でもこのルート綺麗。綺麗ですね。大谷今日は釣りに行こうっていうんでも行けるし、うん、なんかもうこれでこの向こうとこっちをワンセットででも楽しいかもかな。本当ですね。こんな感じって普通ないよなこれ、うん。あそこになんかない。ん、これ建物じゃない。あ、その前に建物がある。うん、あれ、これってお前出会いじゃわよ。向こうから谷来とんか。向こうとこっちで、うん、ごっつ
暑い。ああ、すごいね。よろしくお願いします。今左の上に道があったぞ。あったねそれはあかんっていうあれだったけど、でも一応あったな。これしかし素晴らしいわ。夏来ても面白いかもね。そんなに周りが草が生い茂っとる風でないでね。ないない、これ行けるんちゃう、夏でも普通の道と道の感じで。素晴らしい。大谷、大谷はやっぱりすごいわ。小谷ちゃうもんな。小谷じゃ、小谷じゃ。入った。この林道自体は大変素晴らしい林道ですが、谷がね深いんで幻想的な谷なんで、なんとなく怖い感じですね。だから二人で来てるからこれ行けますけど、ちょっと一人ではええこんね。また来ようっていう、また来てもええ林道だったですね。ほんま季節変えてな、特にほんまにあの紅葉あたりに来たらごっついんじゃんこれ。もうちょっと前、あれね、新緑も綺麗かも。ああ、これええかもわからんわ、あんまりこう杉が目立たないっていうか、これ入ってきたら、ここまで下まで出てきました。これで皆川ということですね。今日はですね、もうだいぶ2時半になりましたので、この辺で、もう終わろうかなと考えています。それでは皆川からお別れしたいと思います。今日は2本行きました。一つが御朱印谷ということですね。でもう一つが林道大谷線ですね。この2つ行きました。なかなかにすごかったね。すごかったな。予想以上に楽しかったね。まいな。で、CRF には慣れた。CRF には、俺はもう一日一日慣れていきようよ。あの、ED プロには慣れた。ED プロにも慣れた、だいぶ。もうほら、今日はどっちもお友達になった。どっちもお友達じゃ、もう。よかったな最高です、はい、ということで、これからこの、CRF とアプリリアの旅がもしかしたら多くなるかも分かりませんが、まあ皆さんよろしくお願いします。それではさよなら、またよろしくお願いします。